暑い。そう暑い。行くか。川上ちゃんがスタッフを探してほしい。泣きが入ってました。探してほしいって俺に言ってないでしょ別に。走るか。ちょっともうちょっとしたら、あと5分、あと3分したら走るわ。あと3分したら。いや3周ってでもかなり広いからねこれ。かなり。かなり広いから。グループラインそういえばあの作りましたんで招待します。グループライン作ったんで全員使いの。倒れない、ありがとうございます。七夕アイテム何2個ありがとう。8分になったら行くわ。8分になったら。あ、走ってる人いるよ。走ってる人いるわ。帽子かぶった方がいい。帽子かぶった方がいい。いや、帽子かぶは暑いじゃない。暑いんじゃない。こんにちは。倒れちゃうかな。でも帽子かぶんの なんかコラボ以来。こんにちは、はじめまして。いや、私無料なんとか届けたことありますよ。あ、ありがとうございます。無料。どうしました？なんとなく。なんとなくです。あららら、なんとなく来ていただいて。はい、え、宮内さんだって。今は配信者の方ですよね、もちろん。今。うん、あ、はい、そうですね。今はあれですか、ゴルフ場とかにいらっしゃるんですか。あの、トラック、あ、トラックじゃない、公園の、ちょっと公園を今から、ちょっと3周、ちょっと走ろうと思って、今、あの、夏に格闘技大会があるんでね、はい、これに向けて、今、トレーニング中で、はい。あ、なるほど、全員使いに入りたいわけじゃないんですね。いや、よかったらバトルしませんかと思いました。バトルですか。まあいいですけど、イベント中じゃないんで多分、ま、俺勝てないと思いますけど。いや、私もイベント中じゃないんですよ。イベント中じゃない、バトルやってんですね、はい、いろんな人。あの私アバトルとか2回目なんですけど、善一さんが。あ、はい、あの実はですね、あの私もともと、まあ、今配信をして2年経つんですけど、もともとリス戦半年してて2年半フラッチをしてるんですけど、もともとリス戦時代にブーちゃんをしてたんですよ。ブーちゃんをしてた。あ、ブーちゃんをしてた。ブーちゃんをしてたんです。ブーちゃんをしてた。はい、それでその頃に多分ブーちゃんと善一さんがお付き合いされてまして、あ、それで、その頃から実は見てました。その時はじゃあ、ありがとうございます。はい。イギリス人の女なんですか？あ、今いやいや、そんなことはないです。あ、今、彼氏いないですね。はい、あ、いないんだって、みんな。はい、イギリス人さん、女の子じゃないってよ。
わかりました。じゃあバトル全然いいですよ。いや俺が負けます。はい、でも多分負けちゃうと思います。いやいや、負けますよ。いや強いじゃないですか多分ね。弱いんです。あの私まださっき初めて一人の人としかしてなくって、はいはいはい、なるほど。いやいいですよ。じゃあバトルちょっと走んないといけないんで。はい、お願いします。どうしよう。バトルバトル、 バトル女性に頼み。何でもいいから皆さん風船でもいいから投げてください。お願いします。お願いします。私もありがとう。今から走らないといけないんで。このドキドキはなんて止まらない。ありがとう風船もありがとう。メガホンもありがとう。ありがとう銀の風船もありがとうございます。あんちゃんもありがとう。風船さんこ、あ、短冊ありがとう。私負けると思うよ多分。でもやばい、スライムガニに来られたのか。ミガホンありがとう。ニカさんありがとう。風船ありがとう。あの、あとありがとう。片してくれ。このドキドキはなぜ止まらない。超いいね、ありがとう。コールからね、コールです。歌ってますね。ずっと歌ってるよ。すいません。すごいですか。わーいいね、いっぱいありがとう。いいねいいねいい感じ、ありがとう。バイ、風船ありがとう。あ、いや、すいません。そんなに笑わないでくださいね。あ、盛り上げなくありがとう。フレフレルナくん、 お願いします。皆さんちょっとやばい、全ボロ負けしてんじゃん。ありがとう。ボロ負けしてんじゃん。ありがとう。短冊ありがとう。ちょっと皆さんちょっと勝たせてください。800さん、ありがとう。ありがとう。800さんちょっとこれ終わったら走るんで。ハートもありがとう。警備員もありがとう。ハンバーガーもありがとう。メガホンもありがとう。キャッ、あったりありがとう。ありがとう。あ、ガードがナイス。ドンツキー。あ、ガードがナイス。トークメンさんナイス。ありがとう、トークメンちゃん。ありがとう。もう一人のトークメンちゃん。ありがとう。いけるぞ、いけるぞ。ありがとう。ありがとう。いけるぞ。お願いします。あと900さん。あー、マドガナイス、ドンツキ。ドンツキ、ありがとうございます。ありがとう、タリー。ドンツキ、ドンツキラスコーン、ありがとう。ドッカン長、威厳を見せれるか。ドンツキ、やばい、めっちゃ投げられてんじゃないって。ルナくん、ドナバタモカさん、ありがとう。ちょ、負けるぞ、これ。ありがとう。ありがとう、かわいすんぎ、優しい、ありがとう。あたり、ありがとう。ドッカン長、ドンツキ、ありがとう。ブーちゃんリスペクト。あ、大ちゃん、あ、そうです、ドーちゃんの真似です。ありがとうございます。ちょっと待って。いいぞ。ま、大ちゃん、大満足これだぞ。まだあと2分ある。勝てる、勝てる。キャー、ありがとう。どっかんちょー。あ、まだか。どっちき。大ちゃん、大満足、ありがとう。特命さん、ありがとうございます。特命さん。やばい、接戦だ、接戦。大満足。ちょっと、連続。連続ライス。ありがとう、ケーピー、ありがとう。あ、ちょっとちょっと。やばい。負けちゃう。あと2分まで。ちょっと待って。わー、どんちき。ちょっと。どんちき。天野がナイス。ちょっと待って。どんちき、ありがとうございます。ありがとう。あー、強いな。そんなことってあるのかよ。一人の。ありがとう。わー、どんちき。どんちき、ありがとう。どっかんちょ、どっかんちょ。どんちき、レッツゴー。負けるの。強いな。ありがとう。強いな。山田に。強いな。うわっ。ちょっと強えな。キャー、待って、お花ありがとう。メガホンありがとうございます。やばい、あと1分半。やばい、どっちよ。勝ってて、ありがとう。勝ってて、わお、ありがとう。いや、負けるな。ありがとう。頼みます、皆さん、誰か。ありがとう、ドッカン長。ドンツキ、最後、頼みます、最後。ありがとう。あと1分20秒。ありがとう。まあ、頑張れ、ありがとう。ありがとう、特命ちゃんも、ありがとう。ルナくん、短冊ありがとう。あ、お花見、どっち。ナイスだ。イエーイ。ありがとうございます。いやー、ちょっと後でも。いいね、いいね、いい感じ。いい感じ、ありがとう。あと千皿。まずい、負ける。ちょっと、まずい、私が負けちゃうよ。接戦だ。うわっ、勝ってないですよ。あー、やばい、強すぎだよ、これ。ありがとう、どっかんちょう、どんちき。キャー、全員さんに、夢の全員さんに勝てちゃうかも。やばい、あー、やばい、ありがとう。どっかんちょう、どんちき。いや、これ、ま、
ありがとう、ドンチキ、ドン館長。ありがとう、ドンチキ、ドン館長。ありがとう。強いって。まあ、まあちゃん、まあ、ありがとう。あと20秒。さらのは、さらさら。ありがとう。ケビニーさん、ケビニーさん、ありがとうございます。ありがとう。いい感じ。いい感じ。ありがとう、ルナ君。ドッカン長。わお。ドッカン長。見れないの？もう、ブーちゃんには。ハギさん、ありがとう。ハンバーガー、ありがとう。うわー。もぐもぐ、おいしい。ありがとう。負けちゃった。わー、イエーイ。善逸さんに勝っちゃった。キャー。すごい、棒読みだな、今。嬉しい。どうしよう。だい棒読みじゃないよ。すごい今棒読みだったよ。わあありがとう。どうしたらいいの？はい、え善一さん。いやそう。走ります、ね。今から走るの？はい。ありがとうございます。頑張ってくださいね。バトルしていただいてありがとうございました。はい。またしましょう。どうですか？あーはい。またしましょうよ。はい、ありがとうございました。マジか、強いな。ごめんなさい、皆さんめっちゃ投げてくれたのに負けちゃったよ。いや、みんな投げてくれたのに、相手ファンタスティック飛んでた？めちゃくちゃ強いんだけど。めちゃくちゃ強いんだけど。マジで。めちゃくちゃ強いんだけど。いやスライム狩りに会いましたね。いや、宮内さん初めてだよ、絡んだろ。ブーちゃんのリスナーさんなんだって。元ブーちゃんなんか ブーちゃんの、あ、こんなこと言ったらあれだけど、ブーちゃんのあれだね。ちょっとなんというかキャラに似てるね、うん、ブーちゃんのキャラに似てるね。似てるねっていうか、リスペクトしてるのかな。いや、イキリストさんの女じゃないらしいよ、うん、よくわからないけど。じゃあちょっと今からちょっと3周走ります。これこんな暑いけど、キャラ作ってるブーちゃん、いやブーちゃんはキャラ作ってはないと思うよ。何してんのそこで。ってトレーニングだよ。俺は常に毎日スパークのことを考えてるんだよ。なんで髪切ってね。いや違う、暑いから。じゃあ帽子脱ぐか。暑いから。いや火薬たらなんて何もしてないでしょ、どうせ。ちょっと3周走るわ。ちょっと3周走る。カバン盗まれないかな。カバン、暑い。アムチンと電話してる。誰が。行きます。アムチンと電話してるって。やっぱズボンが下がる。ズボンが、怖いですね。カバン盗まれないかな。カバンが、ダッシュしてるよ。ズボンが下がりそうで。ズボンが下がりそうで。七夕アイテムありがとうございます。助かります。七夕アイテム。you
でしょうね。きついな。ちょっと水分。水分。一周終わった。あれ？まだか。まだ一周終わってなかった。まだだ。まだだわ。結構広いな。マジで。あと2周。あと2周。え？もうやめたの？しおうさん。なんで？川上座の店もうやめたの？なんで？やめんの早すぎない？もうやめたの？なんで？喧嘩でもしたの？首？優作のクレーム。よし、2周目行くわ。2周目。優作のクレーム。何があったんだろう。いや、ちょっと、やはりきついですね。客をディスった。何してんのってわかるでしょ、タイトル見たら。熱い、やべえ、倒れそう。熱い、
暑い。結ばれないかもな。やべ。マジきつい。ああ、ワインでKPナイス。KP バカボテナイス。ありがとう。アイテム。ありがとう。バカボテ。ぶっ倒れそうだ。めっちゃ暑い。あと一周、あと一周。やばい、倒れるよこんな。ぶっ倒れるわ。暑くてぶっ倒れる。暑いわ。暑いわ。いやもうあと一周で帰るわ。暑い。みおちさんありがとう。ドンチキありがとう。大ちゃん大満足。先ほどコラボありがとうございました。ブーちゃんの元カレさんとコラボできて夢のようです。本当にありがとう。ありがとうね。みおちさんありがとうね。
いやーちょっと疲れちゃった。あと一周。いや無理だな、死ぬよこれ。一周回っただけでこの朝だ、あ、二周回っただけでこの汗だくだよ。今二周目。ああ、あー、どっちき、腹パン全力シュシュ、無理だろ、腹パンしら、シュって走りながら。ありがとう天の川、ありがとうナス、あと一周行きます、あと一周。うわ、ちょっと待って、ちょっと呼吸がちょっと待って、一周ちょっと待って、あと1分休憩。体力つけんと火薬に勝てんぞ。火薬だらなんて体力ねえじゃん、なの見たけど全然体力ないじゃん、全然体力ないよ、火薬だる全然体力ない。ちょっと最後一周行きます。いや、もう見てこれ、これ汗だよ、にじんでの汗よ。練習してるよ、俺はスパーク本気なんでね、どっかの誰かさんと違って。暑い、マジで。行くわ、あと一周。熱中症になっちゃう、これ本当暑いよ、今日何十、40度あるんじゃない、相当暑いわ、40度あるんじゃない。あ、やばい、左手使っちゃった、痛い。あと一周、32度半端ないよ、これ半端ないよ。半端ないよ。やばい、クラクラしてきた。今ごめん、コメント見えない。エアコンなしだよ会場。スパーク地獄だよ。ボクシング会場でエアコンないってありなの、そんなの。エアコンついてないってぶっ倒れるよ。ボクシング会場でさ、
真夏でエアコンないって、お客さんも、お客さんも訴えられんじゃない、お客さんも。ああ。みんなアイテムいっぱいありがとうございます。七夕アイテム花火、座るよ。よし、もうちょっと。夜の方がいいね、こういうのは。昼きついわ。ああ、よっしゃ。昼だときついわ、これ。ぶっ倒れる。クラクラするよ。うん。ぶっ倒れるよ、これ。マジで。いや、もういい。ああ、夜来た方がいいね、これ。こういうの、ああ、やーべえ、気持ち悪い。なんでこんな炎天下で走ろうとしたのって。確かに、いやー、ぶっ倒れますね、これ。いや夜は来ないかも。暑い。ああ、昨日ちょっとパーマにしたから、髪の毛ね。髪の毛パーマに。ああ、ちょっと眉毛もさ、ちょっと黒いね。眉毛もちょっと金、この髪色と同じように染めようと思う。確かに言われてみれば、眉毛ちょっと黒いの変だね。眉毛黒いの変だね。髪色と一緒にした方がいい。いや、顎ひげはもう剃るよ。あ、剃る。うん。ちょっと伸びてきてるから。だってなんかすごくない、もう。なんかゲイヒーさんみたいになっちゃうんじゃない、そのうち。ゲイヒーさんみたいに。ほら、もうすごいじゃん。ゲイヒーさんみたいになっちゃうよ、このワード。ゲイヒーさんみたいに、もうすごいじゃん、ほら、ヒゲが。さすがにちょっとさすがに多いよね、顎ひげ。
さすがに。さすがにやばいよね。いやー体力消耗した。あー。予算とキスしてから毛の生えるスピードが2倍速くなった。予算とキスしてから予算のエキスが。よっさのエキスが体の中に入ったのか、毛が生えるスピードが速くなった。いやもうきつい、もう3週で きつい、もう3週できつい、もうぶっ倒れそう、ぶっ倒れそう。柴さんって LINE してんの？柴さん、そういえば LINE してない？ちょっと今日グループ LINE ね、もう作ったんで招待しようと思うんだけどね、全員使い、みんなグループ LINE は作ったから、あとは招待ね、みんなしようと思うんだけど、招待しようかなと思うんですけど、 LINE 持ってない方は招待しようがないね。まあしょうがないから、 LINE 持ってない人は招待しようがない。まあ LINE とか簡単に作れるけどね、ステアカでもね。やばい、疲れた。そんな感じです。洗顔してるよ。暑いな今日。打たれそうよ。え？スパーク開催中止とかやんの？今花田さんがどういうこと？スパーク中止になるわけないでしょ。うちおいでよ、タクシー代あげるよ。え？林会長。本当っすか？タクシー代あげるよ、だって。いや、クソ遠いですよ、だって、うん、林会長が誘ってくれてるよ。でも林会長さんって火薬さん側じゃないのかな、大丈夫かな。俺のこともあれなんですかね、応援してくれてるんですか。両側ですかね。来るって、いやーちょっと今日なんかどうの髪型がおかしくなってきてる。キムチ鍋食えるぞ。平野区やで。平野区ってまあ確かに俺んちからまあ遠くはないよね、平野区って。東大阪だから多分平野区ってそんな遠くはないよね、わかんないけど。あ、ヒロヒロしたいるんすか。ちょ待って待って、えいがこんなとこ登られ無理やろ。来る会長は全員つ面白いから配信見てるねんて。そうなんですか。いやー金をくれるから行くよ。金くれるって金くれないでしょ。あ、タクシー代いやだっていや俺今からだって帰ってだからかましい。ヒロヒロさんはいい人だからね、うん、ヒロヒロさんはいい人だよ。
ヒロヒロしたい、本当は全員使い入れたかったんだけど断られたからね、うん、林会長の猫かわいい。は歩いて会場の時はそれタクシー代は すげえやらしいやつじゃん俺、うん、タクシー代もらうのに歩いていくの。タクシー代あげるよって。どうしようか。いやキムチ鍋うまいよって、キムチ鍋食うために行くっていう。なんか住所書いてるよ。いやちょっと、いや今結構遠いとこっすね。ちょっと今調べてから。どうしようかな。ちょっと一回帰らないとね。一回帰らないとね。3万はどうする。いや会長とヒロヒロさんいい人ってのは分かってるんですけど、どうしようかな。いや俺バッテリーあの家とか置いてるかな。毎日呼ばれるのはないでしょ。毎日呼ばれるって。お小遣いはない、タクシー代だけ出してくれるって。まあちょっとまあでもちょっと今後ね、ぜひボクシングジムやられてるんですもんね。ちょっと今度は行きたいなとは思います。うん、お誘い。ちょっと今日はちょっとあれですね。今度じゃ、いや今はもう
うじうじすんな。すいません会長、ちょっとまた、来なかったなんでよ、なんで断る理由あるの。いやちょっと、今すぐ行けて、今すぐ行けないでしょ。あ、まあ俺も会長だけど、ちょっと付き合い悪いって言ってもだ、いや初めてだよお会いするの。ヒロヒロさんはあのね会ったことあるけど、初めてだからね。キムチ鍋あれ、キムチ鍋って、どうしようかな。でも火薬さんがじゃないんですか。ボクシング教えたるからで、たるってかやくたるのたる使ってる、教えたるからって。ボクシングを教えて欲しいのあるんですけど、俺今左手ちょっとね、あの使えないですよね、まだちょっと骨ができてなくて、だから右手しかね使えなくてね。火薬大好き、あ、まあ火薬さんと仲いいイメージだね、確かに。はね、林会長さん、いや、お小遣いないのか関係ないけど、迎えや。やいや、場所がな。今調べたらと。ちょっと遠いんだけど、やばい、硬い、めっちゃ痛い、遠いんだけど、やばい、マジで硬い。用事はないですけど、2年前にアムチンの住所を火薬にばらしたの。2年前にアムチの住所を火薬にばらしたのでどういうこと？誰に言われてんの？アムチの住所を火薬にばらしたの言われて、誰がばらしたの？意味がわからない。何の話？アムチの住所を誰にばらしたって？
行かなかったら明日はないぞ。そうですよ、この間スクワットした人です。いらんの。ちょっと待って危なかった。平野区。あ、やば、ちょっと待って、避けるよ、やばい、足やっちゃった。ちょっと一回終わろうかな。会長が今話を。ちょっと行かないやつだぞって。だって一回でも止めたら。タクシー代は出してくれるらしいよ。でも会長、タクシー代出してくれるらしいよ。いやーちょっと飲みたくはないな、ちょっと。会長同士のコラボ来るんかって。今日しかダメですかね。すごい誘ってくれてんだけど、すごい誘ってくれてんだけど、今日だけや。移動する。どうするか早く決めてや。ちょっと今日はすいません。今日はまたまたちょっと次回すいません。チャンスだったのに。振るなよって。だって一体何すんのこれ。林会長のとこ行って何すんの。キムチ鍋食べさせてもらおう。縁がなかったら頑張れ。なんでそんなこと言うんすか。なんでそんなこと言うんですか。縁がなかったらだって。とは仲いいよ。
なんでこうだったら。いやでもちょっとあのさようならって。まあとりあえずあの一回切るわね。わかんないよ、この後行くかもしれないよ、この後いきなりこの後行くかもしれないよ、会長のところに サプライズでサプライズで行くかもしれないよ。サプライズで